はい、こんにちは。今日は心理学の話をしていきます。なんとアメリカからやってまいりました FBI の5ステップ交渉術というのを紹介していきます。はい、まあ、FBI なんとかっていう本が一時期流行ったことがあって、もう僕もそれに準じてですね、いろいろと何冊か読んだんですよ。で一番最近読んだ FBI のですね、なんか相手の癖に関する眉毛とか、まあ、各顔の部位があるんですよ。おでこ、眉毛、目、鼻、頬、耳、口で手の動かし方、首の動かし方とか、胸の反応とか、お腹とか、足とかね、足の組み方とか、組む場所でも膝先を組んでるのか、太ももの真ん中ら辺を組んでるのか、奥を組んでるのかで相手の反応が実はこう心理状態違うみたいなね、ことが書いてあるような、ものすごく面白い本だったんですけど、先輩にそれ返して帰ってきてねえんですよね。先輩返せっていうところで、まあ、それはいいとして、はい、っていうことで、まあ、今日はその中でもその FBI の人たちが相手を落とすための交渉術っていうのをやっていくと、まあ、行動を変えるための5段階モデルっていう形で紹介をしていますので、今日はそんなお話をしていきたいと思います。ですので皆さんが例えば営業とか、人を相手にした商売をしているような場合なんかとか、あるいは、デートとか、あとは、まあ、親子の会話の中で、まあ、ちょっと息子さん娘さんとかとうまく波長が合わないなっていうような時なんかには、このテクニックなんかっていうのを使ってもらえたらいいかなと思います。今日結構ステップが多いので、1回で分からなかったな、理解しきれなかったなって、メモを取るなり、止めるなり戻すなりして聞いてもらえたらと思います。まず5段階モデルの中の1つ目っていうのが傾聴です。よく聞くよね、傾聴力、出た傾聴力っていうふうに思うと思うんですけど、まあ、結局は相手に自分の話を聞いてくれているなっていう風に思ってもらえるかどうかなんですよね。はい、でこの傾聴に関してステップがさらに分かれていきますので、これおいおい説明をしていきます。はい、で2つ目に共感です。はい、相手の考え方がどんな思考法や立場や背景があって成り立っているのかっていうことを考えて理解をするっていうことです。うん、それから3つ目にラポール、これコーチング用語でも出てくるんですけれども、私があなたのことを理解してあげることで、あなたも私のことを理解してくれるという、こういう一つの空間にまとまっている状態のことをラポールって言います。それから4つ目の影響、こちらからの会話とか提案っていうのが否定されにくくなる、いいよって言ってもらいやすくなるというような状態です。そして5段階目に交渉成功というような感じなんですね。これが5段階モデルになります。で、多くの人っていうのはそのラポールを気づかないまま、相手の話を聞かないまま、こっちの話を一方的に押し付けて、つまり4つ目の段階から始めようとして失敗するわけなんですよね。ね、だから、まあ、ナンパだったらいいかもしれないんですけど、ヨーヨーレイちゃんと俺と一緒にチャーしばきに行かへんって、今時そんなこと言わないか、ホテルに行こうよ、いや大丈夫、何もしないから、何もしないからとか、ね、いきなり4から始めてるの今の会話分かります。まあ、ナンパだからね、当然こちらからの要求を突きつけて、お姉ちゃんどうしたらいいと思うって言ったら、こいつ急に何みたいになっちゃうんで、まあ、ナンパ別として、まあ、例えばデートに行った時とかに相手が楽しそうに話している会話じゃなくて、この後どうしようかなって、計画通りのデート行くかなとか、この人は今日どこまで連れてってくれるのかしらみたいなことばっかり考えてて、相手が楽しく話していることを全然聞かずに鵜呑みにしてしまっていると、デート崩壊すると、計画していたホテルまで行けないみたいなね、ことになっちゃうので、まずは傾聴から入るということです。で、最も大切なのは今言った傾聴なんですけど、基本的には傾聴においても4つのポイントっていうのが大事になっていきます。その4つのポイントっていうのは、1つ目が絶対に相手の話に口出しをしないと、反論するのもダメだし、評価するのもダメと、はい、いや今の話ってこうなっちゃうみたいなことを言ってしまうとダメと、例えば大阪人なんかによくあるのは、女性が話して男が、で、落ちは、これ絶対ダメですからね、はい、注意してください、はい、最後まで相手の話を聞き入ってしまいましょうということです。で、2つ目に短く定期的に相槌を打つと、うんとか、へーとか、すごとかっていう話、まあ、評価の意味じゃないです、すごっていうのはあくまで相槌で使ってくださいということですね。はい、それから3つ目に内容を短くまとめて確認すると、つまりこういうこととか、そういうことが言いたいんだよねっていうことを言うと、相手が話を全部言い切ってから、こういうこと
ことで合っているという自分が相手の話に対して理解できているかどうかっていう確認の作業をすると、これがただ相づちだけだったらほんまにこいつ話聞いてるんかっていう風になってしまうんで、それも注意しましょうということです。そして4つ目に簡単な質問をして相手への関心を示すということですね。でこの簡単な質問っていうのはテクニック編に今から移っていくんですけど、さらに3つのテクニックがあって、その1つ目がオープンクエスチョンを使いましょうと。オープンクエスチョンって何かっていうと、はいとかいいえでは答えられないような質問をすると、はいいいえで答えられるのがクローズドクエスチョンっていうんですけど、例えばフリーで答えられるいろんな情報を引き出せるような質問を投げかけるっていうのが大事ということです。例えばそこで何してたのとか、なんでそんなこと考えたのとかっていうように、まあ、端的に言うと 5W1H を使った質問で、大阪人だったらそこに 1H を足す。 1H 何か分かります？ How much? それいくらだったんですかって、いやなんもなんもなんもなんです、そんな安く買えたんですかってことは相当ねぎったというか、うまい交渉したんちゃいます？分かる？そうやね、俺がこう言ったらな、あの向こうのお姉ちゃんもな、気よくしてこんな風にな、この値段でどうでっかって提供してくれてって、いやすごいですね、やっぱ女性を見る目が違いますわ、せやろせやろみたいなね感じになってくるという話です。なんかね、もうどう下町にいそうな会話ですけどね。テクニックの2つ目に間を作るっていうことですね。だから休む間もなく、それで何次もっとはいっていう風にするのではなくって、適度にちょっとしたほんの短い時間でいいんですけど沈黙の時間を作ると。だから僕みたいにマックス立てるように喋るっていうのは基本的にはよろしくないということなんですよね。まあ僕がこうマックス立てて喋るのは別の理由があるんで、それをやめるっていうつもりはないんですけど、基本的に相手と会話している場合っていうのはこういうやり方っていうのはよろしくないということです。それから最後3つ目に、相槌っていうのは常に短くと。だからはいとか分かりますっていうふうに短くして、聞いていますよっていう印象を与えるっていうことが大事になってきます。でこの本とかには書いてなかったんですけど、聞かれるのが、じゃあオウム返し、相手の言葉を真似たりとかフレーズをパクるっていう方法はどうなのかっていうんですけど、これは共感力っていう本があるんですけど、の中にオウム返しっていうのは逆効果だっていう風に書かれています。だから傾聴して相手の話を聞いてるからこそ同じ言葉が出てくるっていうのは、共感力が高いからとか共感できているっていう風に見せれるのかと思ったら、実はこれは逆に実験結果を取った結果、あまり共感してもらっていると感じる結果にはならなかったんです。パーセンテージが低かったんですよ、実際に実験受けてもらった結果。はい、500何人受けてもらって 10%、20% とかの人しか、オウム返しに対していい反応を示せなかったっていう結果も出たりしてますので、オウム返しはしない方がいいですよということです。ですので皆さんが、普段に、交渉術とは言いましたものの、人との会話をうまくしていきたいなってなった時に、基本的にはどううまく話すかということよりも、相手の話をどう聞いてあげるかっていうことの方がはるかに大事です。ですので自分のトーク力を磨くというよりも、相手の話をしっかりと聞いてあげて、それに乗っかっていくっていう方がはるかにコミュニケーションが上手な人だというふうに思われるようになりますので、ぜひ実践してみていただけたらと思います。ということで本日は FBI 交渉術、行動を変えるための5段階モデルというお話をしていきました。ということで本日の動画は最後で以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。今日神々やったら。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。